はつらー、集まり続きやっていくぞ。また編集しの前にやってるな、こいつ。もう珍しく一日ぶりです。お、島内放送か。皆さんこんばんは。ただいまの精神病棟の時刻は2020年4月18日土曜日の午後8時4分です。では本日のお知らせです。本日精神病棟に新しくキャンプサイトがオープンしました。自然の美しさと人の優しさの両方に触れられるキャンプサイトは精神病棟にぴったりですよね。もっと多くの、きっと多くのお客様が訪れると思いますので、住民の皆さんも積極的に触れ合いをお楽しみください。もう来てたりするのかな。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は案内所でたぬきちさんにご依頼くださいね。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。行こ。特に郵便物はなしと。おっと、なんか二人おるね。よっ。あー、ごめん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 、そんなつもりはなかった。あちちちゃうねん。あら、こんばんは。今夜の星空もとっても素敵ですね。今日も流星群か。そうそう、星にまつわるレシピをまた本で見かけて取っておいたメモがあるんです。これ差し上げますので、もしよかったら作ってみてください。それではお互い素敵な夜を過ごしましょうね。何？あ、そう、なんかね、虫見つけた。人面カメムシってやつ。タランチュラは見つかりませんでした。ハリエスの木馬。じゃっさー。あら、シノさん、ちょうどいいところに。今日はシノさんに相談事が。おほう。はい。なんでしょう。あ、ええよ。ありがとうございます。相談っていうのは、うちらが出そうと思ってるお店の場所のことなんです。ついに。おかげさまでうちが行商に来るのを楽しみに待ってくれてるお客さんがだいぶ増えてきたんですよ。本当？まあ3回しか見かけてないけど。それでそろそろ本格的にお店を構えようかってお姉ちゃんとも話してたんです。それで今日はとりあえずたぬきちさんに相談してみようと思ってさっき会ってきたんですけど、なあ、でもたぬき商店を作った時の知財が思ったより余っていて、場所さえ決まればすぐにでも工事に入れるとかで。あ、本当？集めなくていいのか。いや別に勝手に決めてくれて構わないんだけど。うん。あ、そうな。いや、しないとこれ話を進めてしまって、申し訳ない気もするんですけど。あ、後でたぬきちに送っとくからいいよ。たぬきさんが信頼してる人がお店の場所を決めてくれるはるんだったら、うちもお姉ちゃんも安心ですし、しのさんさえよければ、うちの代わりにお店に良さそうな場所を見つけてもらえないでしょうか。今忙しい。いや、今忙しいとは言えないな。ああ、お姉ちゃん会いたいからね。仕立て屋の工事看板。いいと思う場所に看板を立ててくれたらそこにお店を立ってもらいますので。え、じゃあもうさ、隣でいいじゃん。ここでいいよ。あ、ちょっと、あ、石消える？石が消えるのはね、ちょっと勘弁なんだよね。博物館の隣とかよくない？あ、いいじゃん、これで。お店お店って感じで。あー、そうなの？ダメなの？これもダメ？あ、いいね。あ、別に想像しなくていい。あ、いいね。オッケー。うぅー。てれれててて。おしゃれの波が来る予感。これがキャンプサイトか。え、こんな感じなの。あ、ここで来たらキャンプこれで張ってくださいねってこと。そういうあれ。落ちるぞ多分。あー、ギリギリ。竹のびっくり箱。そんなのがあるのか。今日の回
素朴な洗面台。おっと、今日こそは捕まえてやるぞ。もう早いな。下手くそかな。なんで。でも昨日から出現率高いですね。お、フリルちゃんじゃん。よ、どっか出かける途中？お疲れ。話しに来たよ。せっかくこんな島に来たんだし、普通使わないような島。あ、それ昨日聞いたね。これ下に歩くの怖いんだよね。くそー。捕まえるコツとかあります？あ、報告しよう。お店の場所決めてくれたんやね。ほんまお気に。お店が完成したらうちやお姉ちゃんともごもよろしくお願いします。こちらこそ。明日にできるかな。おい、たぬきち、何を勝手に私の名前出してくれとんじゃ。しのさん、どうもどうも。おかげさまでとってもいい感じのキャンプサイトが完成したのだもん。問い合わせや申し込みの連絡も早速来てるから、近いうちに実際お客さんも来てくれるはずなんだもん。お客さんが来ている日にはキャンプサイトにテントが張られるから、篠さんも気にしといてね。とにかく今日のところはキャンプサイトの営業は始められなかったけど、キャンプに来たお客さんにこの魅力が、この島の魅力が 200% 伝わるように、それまでの間草むしりとか花や家具を飾り付けたりして島の景観を整えてくれると嬉しいだなも。やだ、今日は何もない。おお、そっか、7日以上になってんのか。しかもちゃんと今日ログインできたから300ももらえた。象の滑り台、ビオトープ、タオル、まあ今日はいいか。うん、特に今用事ないよね。セレモニーはやっとくか、めんどくせえ。先にやって写真撮っとこう。セレモニーに参加したい。はい、キャンプサイトのオープンを用意する。はい、いいよ。うん、あれ、人足りなくない？モニカどこ行っちゃった？人数制限があるの？パチパチパチ。はい、はい、そうだね。うんうん、はい。もうさ、言うことなくなっちゃったじゃん。3択しかないから。はい、こいつ格好が毎回変わる場合しねえからな。よし、今日やること終わったのでは。もしかしてだけど、この状態でマイル旅行券を使って他の島に行った場合ってどうなると思う？ちょっと気にならない？フーコがいるのが気になるんだよね。たまたま来てるだけなのかな。
流星群の日なのかな、わからんね。お、やっほー、わーい、お散歩でもしてるの。あぶね、精神病棟ってお散歩で一回りするとお腹がすく、ちょうどいい大きさだよね。そうなの。こういうのさ、奪ってったらどうなると思う？これ向き間違えてんだよね。わーい。でももしかしてこれ育たないかな。フータンのとこ行かないとね。いい加減。化石が多くなってきた。モニカどうした？なんかいるの？どうしたの？あ、風邪？薬欲しい？体の調子悪すぎ。お薬買いに行く余裕ないよ。持ってきてあげる。薬ぐらい。びっくりした。なんか部屋の隅見てたからゴキブリでも湧いてそれに怯えてんのかと思ったわ。あれ、といつもこいつも人んちの庭の椅子に座ってのんびりしやがるな。なんだこの家、怖いや。素朴な洗面台作れるじゃん、作ろう。イエーイ、高額買取。まあ1個しかないですけど、薬ぐらい作れるよね。蜂の巣ってさ、薬以外にさ用途あるかな。あ、いっぱんぱんなっちゃった。はいはい、持ってきたわよ。あー、頭がぼーっとする。薬飲んで。いいよ、うん、直して直して。なら作んなくても買えるし。あ、一安心だよ。うん、よかった。なんかこの薬よくわかんないけど即効性あるからね。絶対やばい薬だけど、この時期は体に気をつけてね。うん、君も気をつけて。あ、かわいい、あのボーダーの服、一番最初に着てたやつに似てるね。で、今日はこれで過ごそう。よかった。へへへ、ここら辺雑草やばいね。来た時からやばかったじゃん雑草。普通こういうのってさ、まあ、無人島だからあれだけど、ほっといたら雑草が出てくるみたいなのがさ、今までのなんだろう、どう思いだったけど、最初から結構雑草が生えてるっていうのもなかなかね。四つ葉のクローバーとかあったりするのかな。マイル旅行券使いたいよね。フータに説明してもらって、マイル旅行券でちょっと他の島行ってみて、今日は終わりにしよう。ちょっと短いけどね、いつもより。でもこれぐらいがちょうどいいよね。本当は街とかをもっと綺麗にしたらいいんだと、いいんだろうけど。やっほー、こんばんは、しのさん。精神病博物館へようこそお越しくださいました。はい、まず起動しましょう。じゃあ、ムカデ。今日、あー、ごめんね、魚いなくて。全然釣りしてないからね。はい。はい、お願いします。ムカデは漢字でムカデ、百足のムカデと書きますが、実際の足の数は100本もありません。見た目通り毒を持っている虫なので噛まれてしまうとひどく張ります。出くわした時は気をつけてください。ムカデ見たことないかも、実物。肉食なので何でも襲うそうですよ。決して買おうなんて思わないでくださいね。ムカデ飼いたい人っている？ゴキブリを食べてくれるらしいのですが、私は遠慮しておきますゴキブリの方が害ないのでは。まあそれはさておき。はい、どうなの、ゴキブリってさ。あ、でも汚い、汚いよね。どうなの、別にゴキブリの生態に詳しくないしな。ゴマダラカミキリ、はい、悪いな。
オバナラカミキリはですね、顎の力がとても強い虫なんです。大顎の筋肉が非常に発達しており、硬い木などの植物の繊維を平気でボリボリ食べてしまいます。怖っ。鉄砲虫と呼ばれる幼虫が食べた木には鉄砲で撃たれたような穴が開き、成虫と同様大きな食害をもたらします。あー、このように厄介者の幼虫ですが、焼いて食べるとなかなかの味なんだとか。何も食べなくても虫食べる文化あったりするよね。ちょっといまいちわからないんだけど、まあなんか栄養を持ってる虫とかいるにしても食べたくないよな。人面カメムシ。人面カメムシの名前は、頭を下に向けてみると背中の模様が人の顔に見られることから付けられました。もともとは大赤カメムシという名前でしたが、一度人の顔に見えてしまうと今の呼び名以外考えられませんよね。頭を上にしてみても私にはヒゲのおじさんの顔に見えますけどね。あと鑑定かな。え、見える？ちょっと薄いけど。あー、なんかムッてしてる人の顔に見えなくはないね。頭を下にしてヒゲのある、まあ見えなくはないね。頭上にしてもか、見えなくはない。そんなになんかあれだね。一個ずつで悪いけど。ミクロンミンギア、あれ、ミロクンミンギアってもうやんなかった？何度見ても、あ、やっぱり、はい、あ、初めてダブったね。売りましょう。化石結構売るとお金になるイメージがあったんだけど、でもミロクンミンギアってあんまりなんかパッとしないやつだったよね。はい、お、T レックスの頭。おー、T レックス、あげるあげる、いいよ。はい、 T レックスはですね、恐竜時代を最後まで生きた最大の肉食竜です。有名だよね。巨大な顎と鋭い歯で獲物を噛み砕く、まさに生態系の頂点というイメージはあるのですが、体重が重いので素早く動くことはできなかったという説もあるんですよね。あー、たとえ襲われても案外逃げ切れるのかもしれませんですね。追いかけられたくはありませんが。なるほどね。そう、せっかくだからね、そう、パーツがあるものはさ全部揃えたいよね。イグアノドンの尻尾。イグアノドンはですね、槍のような爪が特徴的な中型の小食竜です。発見された時の歯型から大きなイグアノだと思われていたので、こういう名前になりました。基本的には四足歩行ですが、食事をするときや緊急時には二足歩行が可能だったとか。へえ。爪で肉食竜の攻撃をかわしたと言いますし、草食竜にしては結構動きのいい恐竜だったのではないでしょうか。別に虫も魚も恐竜も全く興味はないけど、こういう話が聞けるっていうのはなかなかいいよね。アーケロンの頭。ほん、アーケロンってなんだっけ。いいよ。アーケロンはですね、現在発見されているウミガメの中で最大のものになります。あ、ウミガメなんだ。主食は海藻やイカ、タコ、時代からしてアンモナイトも食べていたかもしれません。全長は4メートルですから、甲羅の大きさはちょっとした車くらいあったのではないでしょうか。へえ。あの大きな背中に乗って一緒に泳いだら、さぞかし気持ちいいでしょうね。水に濡れるのは嫌ですが。
浦島太郎みたいな。まだあったけど。ラストか。はい。ダンクルオステウス。あ、これもダブったやつか。2つダブったね。じゃあ売りに行って荷物を軽くしたら行きましょうか。よし。違う、ここやばいな、草まみれだ。トントン、何言ってるかな今日は。体重計？ダンボール売ってる。何これ、文豪セット。面白いね。買わないけど。体重計だねあれ。まあいらないかな。じゃあ、ちなみに今日の株価は72ベール。明日の朝できるかな。できない気がするんだよな。できたら買うけどさ。ダンクロステスと素朴な洗面台とミクロンミンギアとジェミロクミンギアと人面カメムシ、あとまあ果物売っとくか。果物と雑草も売っとこう。あ、今日のこうあれ見てないね。はい。おお。なんちゅう声出して。地道にお金が貯まっていくね。今日のミッション的なものを見てないね。とものづくりとコツコツキャンペーン。あー、石の石を叩くやつか。フルーツ買い取りと、あ、風船。あ、これで、あれはコミュニケーションかな。挨拶、お花に潤い、あとなんだ、あ、フルーツ植えるのね。オッケーオッケー。でまああれだね、とりあえずポケット増やそう、せっかくだし。それで行こう。したらもう困らんやろ。やほー。あ。マイル交換で。これこれこれ。はい。よしよし。いくつに増えるんだろう。1段ぐらい増えるのかな。やったー。おーいいね。やっぱ1段か。まあでもこんだけ餌を持てればもう困らんやろ。そんな困ることないと思うわ。結構さ、材料とかを持ち歩いたりするとね、ふえふえになったりする気がする。まあじゃあ行きますか。なんか置いとくもんとかないよね。結構一応話しかけた。うん。え、今日流れ星流れんの？今んとこ落としてないんだけど。星のかけらとか手に入れなかったし。やりたいな、明日の朝。できるかな？明日、お出かけしたい。はい。旅行券を使う。なんかいい島引きたいね、普通のじゃなくて。あとなんか持ってない果物とか、さくらんぼとかさあったよね。あるのかな。あと何だろう、オレンジと桃が今あるでしょ、梨と。あと他に何だっけ、さくらんぼと、あれ5種類ぐらいあったよね、なかったっけ。忘れちゃった。なんだここ。はい。あ、すごい、なんかあとヤシ？あ、梨だ、一緒だ、ここ同じところだね。あー、ハズレかな、なんかいるかな。あと10人いないわね。
やっぱもうキャンプサイトが出たらキャンプ来てからじゃないと来てくれないのかな。あ、すごい、いっぱい石がある。石いっぱいある。なんで2回行ったんだ。一発見てよ。おお、ありがとう、アジだ。この釣ったことあるね。初めて釣ったものとかないかな。いいね。マキエさん持ってくればよかったかもね。帰るか。待って、私さ、あ、お買い物してない。また歌ってるよ。昨日も夜中歌ってたの。怖いんだよね。ジャージ、パーカー、スウェット、小さいパンツ、ストレッチレギンス、星のサングラス。パーティーだね。ヘアターバン。これは悪くないな。質素な服。あ、もうちょっといいもの売ってくれないかな。ごめんね。ちょっと買いたいものはなかったかな。まあでもなんか来てくれるみたいだから、別にわざわざここで買う必要はないってことに気づいたよね。それとももう金額達してたのかな。またなんか作ってる。なになに、バーベル。バーベルって何。バーベルってそれこそ筋トレ用の道具じゃないの。 Thank you。だよね、これだよね。しかも作れる。いらない、いらないよ。どんぐらいの種類あるんだろう、気になるね。はーい、6万。いくらだっけ借金。10何万、19万とかだっけ、18万とか。え、まあいっか。ちょ、インフラセーブのさ、なんかあれだけ見たこか。どういう感じ。住人同士の家をさ近づけたくない。いちいちさ、あの子どの子って探すのもめんどくさいみたいなとこあります。どうもどうも。はいはい、インフラ整備の相談。はい、あー、区画整理、橋や坂。坂とか欲しいよね、いちいちさ。ほう、あ、みんなの寄付で支払ってもらえるんだ。へえ。うちに進められる工事は橋も坂も合わせて1件だけ。へえ。じゃあ坂を作ってみますか。階段スロープがある崖上の木や。そう、いちいち橋を出すのもめんどくさいしね。好きな坂。あー、そういう感じ。あー、なるほどね。あー、どうしようかな。高っ。え、全然さ、こんなんじゃなくていいんだけど。石はちょっといいかもしれないね。なんか神社的なさ、感じ。精神病棟感はどうやったら出せると思う？やっぱ、スロープ。精神疾患関係ない。どう、精神病棟感を出すには。あ、やっぱ普通のでいいかな、とりあえず。うん、はい、うん、ありがとう。どこにしよっかね。お金できない。区画の整備は、区画整理。うんうんうん、すごいね。あー、個人負担になるんだこれは。あ、そうなんだ。マイホームもいい場所変えられるんだ。ちょっと相談してみる。値段がどれくらいかわかんないけど、住民の家、クリスの家の付近にみんな置くか。したら一番遠いのはモニカになる。
おまんべる。あ、もう少し考えます。別に急ぐことじゃないわ。はい。まあ結局10人増えた時にどこにみんなを置くかだよね。はい、まあ、最悪動かせばいいよね。何お前、びっくりした。埴輪じゃん。でるるるるるん。なになに、もしもし、あの記者なの。もちろんスラップを立てるのに良さそうな場所見つかったかな。はい、どこあったよ。で、どうでもいいんだけど。キットと一緒に設置してくれた埴輪くん。うんうん。本当にみんなくれる？そうしないとなかなか集まらないし。はい、わかった。じゃあ、とりあえず。1万くらい言っとく？最終的に全部私がやることになったりしないかな。いいよ、また借金もあるから。みんなと違ってお家広いからさ、こっち側にも橋欲しいよね。お家、あとなんだっけ、そう、ゆきみさんとクリスの家に遊びに行こう。あ、クリスは行った。ゆきみさん寝ってる。起こしちゃって大丈夫？うん。あら、ごめんなさい。ちょっと寝ちゃってましたのです。かわいい。いいよねって言って別に。もう9時やし。ごめんね、なんか話しよ。ボーダーワンピースみたいなシンプルな服を着こなすコツってあるんですか？すいません、すごく似合ってる。あ、ありがとう。これね、フリルちゃんがくれたんだ。なんかあげられるかな。出しあげる。うん、まお返しはいらないよ。あ、そういえば作業台なくなってるから、この子がもうカンカンすることはないのかな。じゃあ今日はこんなもんかな。なんかやることなかったね、あんまり。こうやってだんだん島をいじれるようになってきたのかな。ちょっとずつやっていこう。お金かかっちゃうのがね。金稼ぎもしなければならん。しかしタランチュラが捕まえられません。またね、あれだね、なんだっけ、化石とかがね、ダブったらいいのかな。おっと、よし、じゃあ今日はこの辺で。お疲れ様でした。チャンネル登録&高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。